家賃の安い部屋のお時間がやってまいりました。本日はいつもの部屋を飛び出し、はい、我々とある曰く付きスポットを目指して山奥に来ております。はい、これ本当に家賃のやつですか？インドア派の長尾さんには野外の撮影は不安だということで、本日スペシャルゲストをお呼びしております。パチ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 、落合さんです。家賃って言った？え、これ家賃の撮影なの？どういうこと？お二人ともてっきりゾゾゾの撮影かと思った思った、はい、実はですね、ステイホームの特別編やったの覚えてます？お家からのお便りスペシャルの家賃の安い部屋のお時間がやってまいりました。今回ですね、事前にツイッターの方で皆さんのお家のお話聞かせてくださいとお便りを募りまして、はい、全国から寄せられたお家からのお便りをゆるーくまったり共有して、家賃の安い部屋から全国の皆さんとおうち時間を楽しめればなと思っております。ありがとうございます。で、ステイホームの特別編の時にたくさんのお便りいただいたんですけれども、実はあの時は採用を見送ったんですけれども、いつ気になるお便り来てまして、心霊スポットに捨てられていた写真、投稿者ポーラさん、新潟県にお住まいの方ですね。ポーラさん、新潟県、ありがとうございます。違うクラスの人の話なのですが、学校で騒ぎになった写真があります。地元の心霊スポットに落ちていた写真なのですが、どこかの家が写っているすごく不気味な写真です。拾った人が卒業前に事故死してしまい、それ以来見たら死ぬ写真だと騒ぎになりました。自分も友人たちとその心霊スポットに行って、本当に写真が捨ててあるのを見ました。20枚くらい散らばるように捨ててあって、全部どこかの家の写真で、人は写っていませんでしたが、写真の裏には高垣と書いてありました。気持ち悪くて持って帰りませんでしたが、多分今もあそこに残っていると思います。興味があればぜひ写真を探してみてくださいのという場所です、というお便りなんですけれども、え、写真は？写真は自分たちで探しに行こうという回になっておりますなのでぜひね、このお便りを元に拾ったら死ぬ写真20枚ぐらい捨ててあるらしいですよ。それを探しに来たということですね。その心霊スポットがこの山奥の先にあるんですね。ということで本日は山奥のプロフェッショナル落合さんをお呼びして、その写真探しに行きたいなというところなんですけれども、落合さん、これはクマが出ます、なので持ってきました、ポリスマグナム。いや、これはね、本当に持ってきてほしかった。ただですね、寄せ付けないということが大切です。アマゾンでまた購入しまして、こちらですね、クマよけの鈴。ちょっとこちらもチリンチリン流しながら登山頑張っていきたいなと。じゃあ早速行きましょう。ここから多分長いので、ものすごく、え、これね、家賃、あ、12分って出た。今ここにいて、こう歩いてここまでが多分12分なんですよ。でも多分そっからさらに、え、どこ、これだ、結構あるな。いや、これ12分で着きます？30分とかかかるんですよ。車で12分ですかね。いや、めっちゃのどかいだ。大自然っすねちょっと装備を間違えたね。まあでも、おうちつながりってことですよね。写真の内容がある家が写ってるってことですよね。でもまあ、その話がいつの話なのかもわかんないし、でもなんかなんとなくっすけど、ありそうな気はしなくはないなっていう思いますね。おーっと、ミラー、ずっとなかったよね。こう1時間ぐらい歩いてきましたけど、初めてミラー。しかもピーツタ、うん、出た。え、スズみたいな音が聞こえます。スズなの？笛っぽくない？違う、これじゃない。虫っすか？でも方向は一個方向っぽいですよね。うん、消えた、うん、ずっと鳴ってる、鳴ってるな。ことは何かが置いてあった。近い近いね、近い。こっちも鳴らした方がいいんじゃないですか。あ、鈴鳴らします、うん、一応念のため。でもなんか規則性はあるよね、なんとなく、その感覚の。いや、普通に怖いっすね、ドキドキする、うん、私いつの間になんかもう砂利になってるし。
あ、これじゃないですね。違う。Google マップを見る限りだと、うん、多分あと5分、10分歩くと神社にぶつかるはず。はい。一応ここがマッピングされてるんだよね。この周辺にあるのか、神社から先がもう道ないんですよ。照明の充電もちょっと結構やばくなってきてんだよね。なんか開けてますよ。本当だ。なんか建物も。ああ、プレハブありますね。これ何スペースですか？道じゃないし。道じゃない。不思議。だってこれ工事中なのかな？なんかすげえ中途半端な状態。なんだこれ。登山道ってのがある。登山道入り口って書いてある。あ、こっちにこう登っていく感じなんですかね。変な石碑とか。え、あ、これせ、うわ、これ石碑？うわ、怖っ。ここら、マジ？まで全然距離あるんですよね。あれ？目的地ここじゃない。どっちなんだ？ちょっと待って。うわぁ。なんか埋めたような感じですけどね。パン。命のパン。これは何状態なの？うわ、入ってる。後ろは？あ、これ、何何？え？ちょっと待ってください。自撮りカメラ。ちょっと来ていただいていいですか、お茶屋さん。これ。ちょっと待って。いや、それやばい。マジやばい。拾っていいですか。あ、ちょっと待って。一回、スロー。すげえ、ちょっと待って。足すげえ痺れてる。なんだ。見たら死ぬ。これ。あ、見たら死ぬじゃなくて、拾ったら死ぬ。だから持って帰った人が死んだって話だから、お菓子の袋がとかじゃない。出すか。触ります。お。わ、マジか。家の写真。死ぬ写真だ。これ裏。うわやば。え、これいろいろ、まあ多分ここ住所はですよね、モザイク入ってますよね。でもここの高垣って20枚くらい散らばるように捨ててあって、全部どこかの家の写真で、人は写っていませんでしたが、写真の裏には高垣と書いてありました。待って、ドッキリじゃないですよね。なんでここで見つかるんですか？これ掘り返したら出てくるのかな ?20 枚ぐらい。可能性はあるけど、ちょっと俺は、マジでやめた方がいいと思う。最初なんか入った時から違和感があったじゃない。工事中でもないし、うん、でもなんか開けてて。うん、でも結局俺ら神社見つけてないんだよ。そうなんですよね。ここがでも神社のはずなの。ここがそうなんですか？地図上多分ここ神社ね。神社が取り壊されたわけないっすよね、それはね。いや、でも多分地図見ると俺らは今、ちょっといいっすか、ここにいる。え、じゃあ元々神社があった場所ってことですか？この一本の線が自分たちが歩いてきた道で、ここ通ってきた。で、まさに写真が捨ててあった瓦礫の山が神社ですよ、ここみたいな。地元の心霊スポットに落ちていた写真なのですが、いやー、これはちょっとやめた方が良くないですか？ちょっと笑えないんですけど、マジで。これさ、写真燃えてるってことはさ、まあすごい単純なことだけど、燃やされたってことだよね。うん、そうですね、うん。他のやつは全部燃やされたけど、一枚だけ燃え切らずに残った。これさ、周りのところ探したらないかな？ちょっと見てみますか？あれ、これ行くっすよ。まあ、もう、撮ってます。足元ももしかしたら切れ端あるかもしれないですしね。いやー、やだなーこれ。ちょっと本当かよ。あ、無理か。生い茂ってて入れない、ね、ここ何だったんだろう本当に、うん、え、うん、なんか、なんか白っぽいのが。マジ？そのか、なんかハンディカムでアップできないですかね。おー、びっくりした。ちょっと待って。え、あの白いの写真かと思った。あれ、キノコ？あ、キノコ。え、ちょっと待って。これ、え、キノコっすよね。違うよ。違うよ。それ、そこ。ある。え？え、マジ？え、ちょっと待って。うわ、ちょっと、取れない。もう一枚ありました。え、嘘。マジ？高垣って書いてあります。え、なんだっつって。扇風機？多分、同じ室内ですかね。この上の、ここのところ、これがテーブルで、なんかこれがソファーっぽくて、ソファーの上にゴロンって壊れてるような感じの扇風機ですね。さっきからちょこっと変な匂いする、うん、するね、変な匂いするしか言ってない気がするけど、なんかガソリンっぽい感じの匂いもする時もあれば、そうだよね、ハーブっぽい匂いもするし、これもともとあった建物の柱とかそういうのじゃないのかな。それを言うと、あそこに燃えた跡あるんですよ。え、嘘、どれ。木で燃えてる跡。うわ、燃えてなくなったんであれば、その建物の中にあの写真があっての残骸、うん、の可能性は
まあ大いにありえますよね。ありましたね。撮りますよ。3枚目。3枚目。階段。階段だ。え？何何？これ上にいるの人なしかなと思って今。このドアかな。多分同じ家ってことでいいんだよ、ね。さすがに。で、裏面の住所は全部一緒です。で、名前も一緒。はい。これが20枚ぐらいあったと。人は映ってない。見た感じ、生活感がありそうでなさそうなイメージなんですよ。新築。もしくは、あの、不動産とかである物件紹介の写真か、旅館っぽいような感じ。ロッジとかの写真を、紹介で撮ったのか、この場所、住所に書いてあった場所が廃墟で、その廃墟の写真を撮ったっていう感じですかね。あ、落合さん、あの、写真写しておいてもらっていいですか、今、安心で。白くなっちゃうんだよね。この住所、気になりますね。どうします？え、これ撮影最中。持って帰るは持って帰るにせよ、持って帰らないにせよ、だからもう住所は分かったから、もう調べるんだったら、もうすぐ調べて。そこにまあ本当にこの家か分かんないけど何かあるんだったらそこはっきりさせる、あの、まあした方がいいんじゃない。すいません、お疲れ様です。お疲れ様です。あの実はですね、うん、今日落合さんにも翔ちゃんにも来てもらってないんですよ。ああはい。今この3人しか今いない時点でなんだろうなと思ってましたけど、もうスタッフしかいないってなったら調べ物じゃないですか。うん、そうですね。あの実は先日撮影行ってきたんですよ。え？軽い撮影のつもりだったんで、はい、そのゾゾゾの番組本編の撮影っていうよりはちょっとサブちゃん的な感じの撮影の予定だったんで、はい、マー君とか山本さんには言ってなかったんですけど、うん、ちょっとそこで面白いもん見つけまして、心霊スポットに写真が落ちてたんですよ。で、あのその写真の後ろに住所書いてあったんですよ。はい。だから何それ。いやこれね、これマジ。ちょっと待って、なんだその話。あ、怖えな、聞きたくねえな、この川崎。で、あの、まあ、もう分かると思うんですけど、これからその住所、とこ行って、何があんのかを、撮りたいなって。はい、ああ、確かに住所書いてある。思いっきり番地まで書いてあるでしょ。番地まで書いてあるね。これ、名前も書いてあるね。じゃあ、今これからじゃあここに行くってことですか？そう、だからそこに、高脇さん家があんのかを確認してみたい。ということで、じゃあちょっと今から、はい、行きましょうか。今から。ああ、だから今日早いのね、時間が。山の中とかじゃないですか。いや、もう普通に住宅街ですね。郵便局があるんで、そこを左に曲がる。そう、郵便局。近いですよね。じゃあちょっと歩いて、付近までちょっと行ってみましょうか。はい。もう、そこ曲がったら多分すぐ、どこだと。ああ、そうだ、ここ、なんかお寺があって、このお寺じゃないよ。このお寺じゃない。あ、もうこの先ですね。この先だ。現在地のですね。これじゃない？左側のこれじゃない？タグ刺してんのは ここだね。正面の家じゃなくてこっち？あ、うん。あ、そうだね。隣だな。ああ、階段はそうですね。こっちですね。え、誰か住んでる感じはあるかこれ。あ、でもいるのか。まあ誰か、まあどなたか住まれてるのか。めっちゃ網戸閉まってるけどな。なんか番地分かるようなところ。あ、番地書いてある。間違いないよ。え、嘘。あそこはって書いてある。ああ。うわうわうわ。何？え？お札。お札？ほら。お札っすね。玄関のあれ。え、あれよく見るやつじゃないの？お札だね。え、これ調べて大丈夫なやつかな。ちょっと思ったけど。変な情報とか入ってこねえかな。これ調べてなんか。事情を話すにしてもね、うん、ちょっとね、心霊スポットで見つけた写真に番地があってここに来たんですけどって、そういうあれも行かないもんな。人は住ん、え、人住んでたらもうそれでよく、まあいいよね、そうだね。これ役所行って、そうだね。ちょっと登記簿ちょっと調べよう。あのちょっとある場所のちょっと地盤をちょっと調べてもらいたくて。場所ってどの辺だかってわかります？ですね、県市の番地まで分かっちゃいます。ですね。どの辺って分かります？ですね。
か。そうですね。これですね。この辺りですね。はい。印刷はしてもらえるんだけど、うん、場所が間違いなければ。間違いなかった。あ、じゃあ、それで。あ、じゃあこちらで。場所はここで大丈夫か。はい。こちらですね。はい。で、お名前です。あ、はい。お前のところが、この赤いタグがついてる場所がここなんです。この数字の、場合検索したら所有者の名前出てきました。これはもう間違いない。あの家の住所の所有者。うん、高垣じゃない、うん。名前が違うね。この人の所在地っていうか所有者連絡先みたいな住んでる場所がここだね。あの家に住んでるってことになってる。いや、あの家じゃない、違うところ。違うところ。でも誰か住んでる感じはあるかも。そうか、あの家にはじゃあ誰も住んでないっていうのはもうかなり可能性としては高い。貸してて誰かが住んでるって可能性もありますか。あ、なるほど。あ、借りてる人が高かった。違うか。ああ、俺もそれ思ったわ。写真拾った場所は？写真を拾ったのは県じゃない。じゃないのに、あの住所が書いてあった写真がその場所にあった。写真を撮った人物の名前なのか。一番所有者の人に聞きたいのは、そのね、さんに連絡取れればね、謎が解けるんだろうけど。でもこういうの緊張しますね。知らない人にインタビューするわけじゃないですか。山本さんでも接客業長いですよね。まあやってますけど、それって分かってることを話すことが多いので、どんな状態なのか全然想像がつかない。こちらっすね。事前にお電話で今日お邪魔するっていうのはお伝えしているので、なんとゾゾゾをご覧になられている。おお、はい。あ、先ほどご連絡差し上げましたゾゾゾのスタッフのものなんですが。はい。あ、すみません。どうぞ。 あのもうカメラ回してるんですけど、変なところモザイクつけるんでいいですか。ありがとうございます。裏面の住所は全部一緒です。誰か住んでる感じはあるかも。見た感じ、生活感がありそうでなさそうなイメージなんですよ。本当にこの家か分かんないけど、何かあるんだったらそこはっきりさせる。まあした方がいいんじゃない。お邪魔します。お邪魔します。ポスター飾っていただいていいですか。すいません。大きいです。今日うちなでもないんですが。ちょっとカメラ何台か置かせていただいてもいいですか。変なところモザイクつけてるんで。すいません。ちょっと一回セッティングさせてください。なんかいつも見ていただいてる。楽しみです。すごい見てます。明後日新作も上がるので。はい、明日。楽しみにしています。すいません、なんかしばらくぶりに出してちょっとなんかこんな袋やってきました。全然。すいません。すいません。はい。もう全然使ってなかったので。これがあの家の鍵なんですね。もう結構前の方。最近は行ってないので。で、事前にご連絡させていただいた通り、はい、あれ空き家って一応間違いない。あ、はい、ですよね、はい、ご存知かわからないんですけど、はい、あのお家の住所が書いてあるお写真がですね、はい、こんな感じで、でその写真の裏にですね、住所と名前が書いてあるんですよ。そちらの住所で間違いない、はい、はい、なんで元の私の実家住所です。心当たりは？いや、全く。両親がいたんですけど、ちょっとその亡くなった後は弟が一人で、まあ弟の方もここ売却したいみたいな話はしてた。その時にこれ写真をなんか撮って不動産屋さんに渡すって言ってたので、前もらったことがある。家の中の写真、はい、多分あると思うんですけども。本当ですか。うん、その写真、これと同じかどうか分かんないですけど、そのお家の写真
なと思うんですけど、整理されてないんで、あ、いいですか？全然、はい、あの、すいません、関係ないもの全部モザイクつけますので、じゃあちょっと待ってくる、なんか多分缶に入って箱になってると思うんで、見た感じ生活感がありそうでなさそうなイメージなんですよ。あの不動産とかである物件紹介の写真か。すいません、まだ整理できてないのが多分この中に入っているんで、なんかすいません、なんかバラバラ、すいません、わざわざ、写真がいっぱい。年っておいくつぐらい離れてるんですか？4つ。だからね、よく親の面倒見てくれてたんですけど、これあれってさっきと違うかな。ちょっと椅子が失礼します。これじゃない、これだ。これは実家のやつで、奥藤とかで送ってもらったやつなんですけど、うん、裏面は何にも書いてないのか。そうだ、これ弟さんが、取られたのは間違いないと思います。あのその時にその売却したいって話くれた時にもらったんですよ。20枚くらい散らばるように捨ててあって、もっとじゃあいっぱい撮ってたかどうかは、全部で何枚とかは分からない。それはもう分からないです。はい、弟さんは今どちら、その、あ、弟が亡くなっちゃって、 あ、すいません、はい、あの、はい、ちょっとなんか自殺しちゃったんですけど、はい、いい、5年ぐらい前。それ以来あのお家はほっとかれてる。ちなみに鍵と一緒にご返却させていただきますので、このお写真ちょっとお借りしていくのって大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫、それは、はい、大丈夫です。あの場所とかお名前とか特定されないようにさせていただきますので。それはちょっとまだ売却中なので、できたらその辺は、はい、すいません、でもちょっとわかんないですけど、これは関係ないかもしれないですけど、弟がなんかちょっと言ってたのが、その弟もさっきちょっと自殺しちゃったって言ったんですけれども、はいはい、その時に前にお姉ちゃんがちょっと今日聞こえるんだよねって、私もその時はまともに受け取ってないので、私がいた時っていうか昔はそんなことなかったから、ただそういうことちょっと言ってた、お経が聞こえるんだよねって言ってて、本当にそんな話してて数ヶ月こういうことになっちゃったんで、もし分からなければいいんですけれども、はい、家を売るっていう動機とお経は関係性は分からないですか？分からないです。はい、なんか売ったか分からない、売る時には多分普通に、あ、そうなんだって思ってたんで、ただその時あとになんか今日聞こえるんだよねっていうのは、同じ聞こえるよって言ってたんですよ。なんかわかんないです、それ売れないのかどうかですけど、だからまあ私も行かない。あ、実際ちょっと気持ち悪いとは感じてる、はい、それも思います。はい、ちょっと気持ち悪いかなと思ってるので、だから鍵も全然、すいません、なんかこれになっちゃってるんですけど、なんか全然もう触らないっていうか、あれしてたんで。じゃあちょっとお写真と鍵あのこちらとか、はい、今回は福島県の廃神社。ドキドキはしますね、まあ、あんまこのタイミングで廃神社って聞くことも僕はないんで、実は今日廃神社じゃないんですよね。え、違うの？え、どこ行くんですか？もう近いっす。え
ほらだから言ってるじゃないですか。俺はもうオープニングトークをちゃんと取るまでは僕は信用しないって決めてる。所有者さんと連絡がついたんで、あの家に行きます。え、あの家、え、あそこっすか。はい。うわあ、マー君とも撮影して、長尾君とも撮影して、ちょっと二人ピンク。ああマジか。実はですね、長尾君と見つけたあの写真、別日でマー君と山本さんとね現地行ったんすよ。一回行ったんすよ。一回、え、で要はあの住所が合ってるのかどうかっていうのも含めて、ああ役所に行ってご連絡がつきまして、所有者の方と。ああ取れましたか。はい。で会いに行った人の弟さんがもともと住んでたんだって、あそこに。はいはい。で元実家、うん、あ、そうなんだ。だけどご両親が亡くなって、弟さんが一人で住んでたんでしたっけ、うん、そうですね。で、家を売るってなって、不動産へのなんか資料みたいなので弟さんが撮った写真だと。ああ。ただ、後ろに住所ボールペンで書いてあるのは、それは全く知らないと。で家を売るって言い始めた時にお経が聞こえると、え、弟さんがなんか言ってたみたいで、写真を撮って不動産屋に行って、うん、ああじゃこうじゃお経が聞こえるんだよねみたいなことを言ってた弟さんがあの家で亡くなったそうです。それは死因はとかっていうのは、自殺。自殺、あの家で。今回の撮影は何を目的に僕たちこれから行くんですかっていうと、翔ちゃんと山中で拾ったあの写真はあの家の室内なのかっていうのを自分たちの目で確認したい。ここまで来れば、はい、その過程でもしかしたら何か分かることもあるかもしれないという今日撮影になるんですね。なるほど。ちょっとあの福島の廃神社はちょっとまた次回リスケということで、これね、家賃の安い部屋なんですけどね。入りたいよ。これじゃあ ZOZOZO ではなく家賃の安い部屋ってことですね。のつもりでやってたんですけど、これを説明したら落合さんは絶対来てくれないので、落合さんは今日違う撮影で現地に。あ、そうそうなのね。ここら辺のさ、そうだね、もう少しで着きます。どんな状態になってるのかって感じですよね。どのくらい前にあの写真が撮られたのか、あの写真の状態から今の状態がどのくらいなってるのかっていうのはちょっと気になるところですね。そうです。え、でかい。この家があの写真が撮られた一軒家になりますね。なんか普通にパッと見は住宅街の中に普通にちゃんとあるんで、まあ、人いるのかなって感じですけど、廃墟じゃないからね、うん。はい、今日最後のスポットの近くにやってまいりました。はい。今日最後の場所なんですけども、この時間からしかやってないラーメン屋さんがあって、おじいさんが一人でやっていて、落合さんそういう渋いラーメン屋好きじゃないですか。好きだね。即答で好きだ。はい。じゃあこちらですね。あれじゃない？ほら、なんかちょっと人並んでる感じするもん。まあラーメンだからね、回転は早いと思うけど。は？いや、何してんの？今日ZOZOZOの撮影。え？10万じゃないの？そうそうそうです。落合さん、この間の山奥の心霊スポット行ったじゃないですか。あの家です。山本さん、鍵いただいていいですか？こちら、所有者さんからお借りしてる鍵になりまして、ちょっとこれからこの中に行って、あの写真が撮られた家の内部確認していきたいなと。誰か一から説明して。鍵をお借りした時に、これだけ、これだけ持ってると。破ける前。これは見つかってない写真ですね。で、捨ててあった写真がめちゃくちゃボロボロだったじゃないですか。で、あの時、覚えてます？あの、長尾くんが、この写真おかしくないですかって言ったやつ。この階段の上でしょ。これですね。どう？あ、足？この上は何が、階段上に上がったところに、すぐな、いや、すぐ何かがあるんで。それも確認したいよね。うん、そうですね。ということで、行ってみましょうか。あれ？こっち？その奥ですね。また。うわ。いやー、やだな。いや、めっちゃ人んちだよ、これ。うわ、冷蔵庫ある。いや、てか、靴もある。一応、靴脱いでいきましょうか。売り出し中ってことなんで。これさ、ちなみに電気ってつかないの？あ、もう多分通ってないと思います。てか見て、雲の巣、ちょっとあの落合さん上、雲の巣とかすごいんで、じゃあちょっと奥行きましょう。
これだって生活してんじゃないっていうぐらい物残ってるよね。うわ、だって食器だってほらちゃんと綺麗にさ片付いてるもん。あ、やっぱ出ないよね。出ないですね。包丁もすごい錆びついちゃってる。もうそれぐらいもう年月かかるね。こっちもものすごいっすね。うわ、てか怖えな。これ普通にいい家だよな。でもうん、広いよね。ちょっとあのテーブルの部分。おお、何お写真かな。アルバムっていうかだいぶ古い。マジのアルバム、だいぶ古いですね。卒業。ちょっと待ってください、このアルバムよりアルバムの下がちょっと怖いかもしれないです。僕え、マジ、あれ失礼します。亡くなられた方の、うん、あ、そうですね、家ですね。葬式で使うやつ。うん、どうだったの。多分その亡くなられたご両親なのか、その打ち出された方なのかわかんないですけど、2人分多分3枚あるんで、うん、3人分使った家でこんな風になんか重ねて置いとくの。置いとかない、普通は置かない、うん、あの仏間とかに飾っとくんだったらまだしも、まあ、なかなかちょっとね。そっち何。そうわ、マジか。写真もらっていいですか。あった、ここなんですけど。あ、え、うわー、ここだ。これはちょっと間違いない。これ足見たく見えますねって言ったんですけど、やっぱ階段の真上上がったところ、ここの何もないよ。うん、何もないんですよ。だから誰かが上にいた。いや、だからあれですよね、素材用に撮った時に誰か人を入れるかなみたいな。まあでもたまたま映ったっていう可能性もあるけど。ちょっと待って、これさあ、え、これマジっすか。これそうだよね、線香の灰だよ。一回ちょっとこっちの隣見てみる。いや、近い近い。うわ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 、神棚残ってますけど。神棚、神様残してっていう感じだね。マジ、ここだ。ここです。あ、ここだ。ここの、この神棚、うん、この部屋なんだ。そうですね。で、この写真ピングやさんこれだよね。紐。じゃあ。だいぶ上いきますよ。はい。ちょっと2階ぬるい感じするな。おお、ちょっとする。え、何や。ああ、これあれだ。あの拾った写真の。ああ、はい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 。あのテレビが。はいはいはい。だからあれでしょ、その焼け焦げてた写真のやつだね。なんかさ、この作り、ここの隙間なんだろう。中のこの感じそうだよね。ね、なんか。なんか。なんか、なんか、それ。うん、後からこう、みかもなんか重なっちゃってんだよね、つなぎ目のところとか。こういうの普通、こう、重なるのは合わせるんだけど。もともとなんか、形違ったのかな？ここから見ると、壁がこのまま真直線でできてるはずなんですよ。別の何かとして使われてた可能性はありますね。すぐ押し入れにしたんでしょうけど、何かが不都合があって、押し入れとして利用することにしたとか。で、あれでしょう、写真に足みたいなのが写ってたのが本当にそこでしょ。うん、こうですね。もう、後でもう一回皆口さんが下に降りてもらって同じような写真撮った構図でやってもらえれば、うん、隣の部屋行ってみますか。うん、おおおお、びっくりした。こっちにも部屋があるんだ。こっちもちょっと後で覗いてみましょう。和室っすね、うん、和室うわ、びっくりした。鏡だ。うわ、綺麗に残ってる。ここって写真あった？いや、ここどうすかね。いや、もうボロボロすぎて。そうですね、ちょっとわからないですね。一番奥の部屋行ってみます。これ多分最後の部屋ですよ、ね。うん、多分今から行くのが一番最後だね。これ最後の部屋。ここはフローリングの部屋ですね。いや、ここもね、ちゃんとほら整理されてる、ちゃんと片付けられてる。なんだろう、物置かなみたいですね。え、なんかやだ。うわ、なんかやだ。ちょっと待って。あ、いや、これ多分そうだな。いや、じゃあ、本来2階にあっちゃいけないやつです、それ。その一軒家とかだったら必ず仏間とかって言われてるのって1階なんですよ。客間とか仏間とか本来2階に置いちゃ
あんまり良くないんですよね。いやすごいな、ご立派、すごい。このまんまにするかね。え、待って、だってこの部屋って何の部屋ですか。パッと見は物置かなって思ったけど、物置に仏壇。まあ、あまりよろしくないですね。わあ、ちょっと鳥肌立つな。あとさっきのあの隣の部屋の物置、ん、ちょっと待って、めっちゃ落としてないですか、向こうか。鳥肌立つな。あとさっきのあの隣の部屋の物置、ん、ちょっと待って、めっちゃ落としてないですか、向こうか。さっき、いやー、ちょっとゾワゾワすんな。そもそも押し入れの前に棚って、これ本当にあれかな、最初からなのかな。この家の気持ち悪さの根源って何でしょうね。で、必ず多分僕たちが足踏み入れてるどこかの部屋では亡くなられてるんでしょうね、弟さんが。どこかしらね。だからまあ私みたいな、あ、実際ちょっと気持ち悪いとは感じてる、はい、ちょっと気持ち悪いなと思ってるので。階段の足って再現できるのか、下からやりません？うん。じゃあ、写真これ渡すので、はい、ちょっと、亡くなられた場所にお線香を焚くことあるっすよ。え、そうだよね。ちょうどこの手すりの終わりの。やばいやばいやばい。多分、早く見つけてもらうために入り口で。あ、すげえ気持ち悪い。うん。だから、あんまりやりたくないですけど、この状態で、多分、とかにこうなってこういう状態だったっていう可能性はあるかなって。よし、 OK。 片付けた後に撮ったってことか。あれ、今カメラどれも回ってないんでしょうっけ。回ってないよ、これだけ一応。なんでなかった。いや、今これちょっと見せてもらっていいですか。これ僕が見た多分焼け焦げた写真の半分焦げた写真のアングルが多分これなんですよ、うん、ここら辺、こういうアングルなんですよ、うん、で多分ここのところが焦げてるって感じですよね。家ですね、葬式で使うやつ。うん、どうだったの。3枚あるんで。あの写真は物件紹介の時に弟さんが撮ったもんだと思ったんですけど、弟さんはじゃあ全部片付けた状態で写真も撮って売りに出してて、でここで亡くなられたってことですか。この状態じゃないですか。もう人が住めるような状態にしてなくわざわざ死んだってことですか。でもそういうことだよね。片付けた後に写真撮ってるから、はいはい、あれですかね、なんか身辺整理っていうか、その死ぬ前にっていう思われたのかな。嬉しい。ポーンみたいに聞こえたよね、うん、はい、車の音とかでもない。聞こえた。いや、今マジですぐ脇だった。本当俺と翔ちゃんの後ろぐらい、はい、そうそうそう、こっちが辺というか2階にいる俺らは分かんなかったよ。じゃあ、とりあえず写真を、じゃあ写真を撮りましょう。どういうアングルかっていう、これと同じアングルで足が映るのかっていう。ちょっと一枚撮っていい？はい。え、怖い怖い怖い、なんか引っかいてる、なんか引っかいてる、なんか、うん、なんか鳴ってはいる。消えた。無気分に近いよな、なんかみたいな、なんか。あ、待って、またほら。あ、消えた。マジ。しゅー。ごめんなさい。上の人も怖いと思うんで、はい、やっちゃいましょう。やりましょう。アングルは近いけどね。ちょっと、結構映ってるか。プリンできます？今、うん、近いアングルで撮ったんだけど、すね、うん、から上になってて、山本さんも顔が映ってる。いや、っていうかこれ足だけが映るってできんの？これはもうちょっと前行ったらいいですか？上すぎる。上が映りすぎるんですよ。にしても結構前だな、これ。多分ここら辺の高さじゃないですか。この辺？もうちょい。あ、多分そうそう、そこら辺かもしれないですね。じゃあ撮るね。いや、映る。全然お腹ぐらい映ってる。これ足だとしたら、はい、どこからどこのイメージ？足首から膝下のところだけ。そこだけが映るアングルってあります？ちょっとじゃあ映さないようにする、あんまり。
うん、なんでマー君もうちょっと前階段落ちるぞこれ。いや、あいつもう、あ、はい、もう そこら辺ですけど、それでもうちょっと壁際に寄れます、ね、うん、あ、そうそう、そういう感じですね、山本さんが。そうだよ、ね、このアングルじゃないですかね。いきますね。はい、どうですか、こんな感じ。あー、近い。だから結構その階段の上り近くまで行けば映るようにはなるね、うんうん。じゃあ、ありえない写真ではないですけど、そこにわざわざ人が立ってたのっていうふうには思いますけどね。あとなんかこれだから 1,2,3,4 5本あるってことだよね。5本、え、うん、1,2,3,4,5、うん、今なんか鳴ったよね。いや、こっちは何も聞こえないよ。消えた。え、っていうか、じゃ結局ここが本当に怪しいってことですか。まあ、階段下にある、まあ、お線香の後で、その落ちてた写真には人物が写ってない部屋の写真だけだっていう風になってて、でも唯一一枚だけ人が写ってそうな写真がこれ。それでいくつか写真 あの拾った場所ももうほぼ特定できた。テレビ、そこ階段、あと扇風機のとこ。でも扇風機の状態がこの状態で写真撮られてたってことは、もう全てを片付けた状態で売りに出すために写真を撮った。もう人が住めるような状態ではなく。なのに、ここの家で自殺をした。何のために売りに出すのに。20枚くらい散らばるように捨ててあって、拾った人が卒業前に事故死してしまい、それ以来見たら死ぬ写真だと騒ぎになりました。ここ売却したいみたいな話はしてた。誰かになんか押し付けたい感がある。だから売っ払って誰かに代わりに住んでもらいたかった。だから写真ばらまいた。そういうことか。ああ、住所書いて。俺そういう考え方する人って絶対ヤバいと思うんですよ。取り憑かれてるじゃないですけど。うん、そうだね。精神的に限界みたいな。お経がそうさせたみたいなのじゃないですか。心霊スポット本当に捨てたのがもしご本人だったら、肝試しに来た人に何か押し付けたかったのかなっていうのもある。あと厳密に言うと名前が違うんですよね。そうね、ここに置いてあるものの痕跡の名字と写真に書いてあった名字が全然違うんですよ。一切その写真に書かれてた名字ではないんですよね。しかも変な話、管理してる方が持ってる写真2枚だけっておかしくないですか。なんか死んだ後の写真だったら怖いなって思う。いや、そうなんですよ。だから全部一応管理の人がいるからオブラートには言ってましたけど、これ死んだ後に全部撮ってんじゃないですか、全部の写真。だから違うんですよ。弟さんが売りたくて写真撮ったんじゃないですよ。弟さんがこの家で亡くなられて全て片付けた状態で撮ってる。写真見つけた時にひっくり返して、そうそう、いいっすかね、こっから降りても何。いや、いやっす。だから今明らかに山本さんとは別の、じゃあ片付けましょう。もうじゃあちょっと三脚片付けて。そういや、もうそう、いや、もうそうです、そうですね。いや、今ね、なんか2階のあそこの部屋からなんか今嫌な気配が。ちょっといいっすか、じゃあ止めますよ。これ以上多分事実は分かんないよ、もうご本人に聞かないと。いや、でも人間が一番怖いっすよ、生きてる人間が。それが本当か嘘か分からないし、その時系列なんて言わなかったら分かんないわけじゃないですか。なんで写真を、この室内の写真を売るときには写真使えないですよ、物件写真としては。うん、そうだよね、物が残ってるしね、うん、多分燃える前はこっちね、こっち側もあったわけでしょ。そうです、左側もあって、うん、だから家のところがちょうど見えないから分かんないですけど、うん、もしかしたらあの燃える前のところは家もあのまんまの状態だったら、全てのことが終わって、うん、今の管理の方が写真を撮って、その人が写真撮ると出ましょう。あの両親が亡くなられて弟さんだけ、弟っていうのがお父さんの名前ですかね。で、この弟さんっていうのがでも弟でも長男ですよ、うん、だからお姉さん、うん、じゃあ、あ、書いてある。これ第二連絡先でさんってお名前があるんで、多分これが お姉さん、結婚されて名字が、はい、そうですね。大丈夫ですかね。でもちょっと怖くなかった、マジで。家が3人分、ご両親と弟さんの
で僕と落合さんは見ました。その写真を見た、見ました。どんなのだった？普通の方です。お父さんかなお母さんかなっていうぐらいのご年配の方と、あ、この方かなっていう。死ぬ写真だと騒ぎになりました。え、じゃあ元々神社があった場所ってことですか？高垣って書いてあります。高垣じゃない、うん、名前が違うね。両親がいたんですけど、ちょっとその亡くなった後は弟が一人で。え、これ調べて大丈夫なやつかな。ちょっと待って、足すげえ痺れてる。なんだ、あ、足人が立ってたの。 1,2,3,4,5 本あるってことだよね。誰かになんか押し付けたい感がある。だからまあ私も行かない。今回はちゃんと家族のアルバム見れてなくて、弟さんの顔を確認したいんですよ。ちょっと暗いっすね。ちょっと待ってください、あの照明持ってきてる。あ、山本さん家見ました？見てないっす。その時見てなかったです。アルバム、あれ多分家族のアルバムですよね。家族写真入ってると思うんですよ。一応この写真、家が これなんですよね。前ちょっと見てもらっていいですか？一番最近でこれ、ここら辺になりますかね。多分写真見る感じだとこの方とか、うん、こっちの方とかだと思うんですよ、はいはい、この方も弟さんなのかなっていう感じ、うんうん、ちょっと家の顔見たくてですね、はい。これが1枚目ですね。で、2枚目。そう、弟さん。ちょっと待ってくださいね。Okay.